島におけるコートフランセーズを示す地図1820年代のコートフランセーズの漁船コートフランセーズドテールヌーブはニューファンドランド島の海岸の大部分にフランスが所有していた排他的漁業権である。1713年にフランスとイギリスの間で結ばれたユトレヒト条約によって認められていた。イギリス側はフレンチショアと呼んだ。 フランスは1904年にこの排他的権利を放棄している。ニューファンドランド島におけるフランスの漁業海岸は、東岸のボナビスタの町から島北端のベルアイル海峡まで、そこから南進し、チャンネルイコールポルトバスクからポートオーポート、そしてポートオーショアまでの区間であった。ポートオーポート半島の地図。フランス語の地名が占める地名は、ほぼ2世紀続いた。 フランスの排他的漁業権の証拠となるフランス語由来のものが多い。海岸、岬、小島、湾は常にフランス語の響きをまとっている。漁業はタラ中心だった。タラは特に何世紀もの間ポルトガル漁民がとっており、フランスに活上されたニューファンドランドの海岸で乾燥させていた。1858年に描かれた漁民の家と、 作業場1713年の条約では、フランス人は自らの充実した仕事の維持が認められる。そして漁をする権利、魚を加工し乾燥させる権利が条約によって定義されている。同様に足場や小屋、漁船建造のために必要な木材を切ることも認められる。とされた。しかしながら、フランス人たちは、 春から夏にかけての漁期にしか定住を許されず、彼らは間に合わせの退避書しか作れず、それも毎年の漁期の終わりにフランスに戻るにあたって放棄するしかなかった。1763年のパリ条約では、先立つ1713年の条約で決められた境界を維持した上、サンピエール島、ミクロン島の島々をフランスが獲得した。ノートルダム湾におけるイギリス植民地の拡大は、 フランス漁民との摩擦の原因となっていった。ツエは、フランス海岸の西側境界の移動に合意した。1783年から1904年まで、西のセントジョン岬から、グレート、ノーザン半島を周回し、南のレーミサキ付近までを境界とした。1855年、ニューファンドランド島は自分たちの責任政府を持つようになり、フランスがニューファンドランドにおいて、 海岸を排他的使用することに意義を唱えた。半世紀にわたる交渉後、英仏協商の枠組みで、1904年にフランスは、イギリスと条約を結び、サンピエール島、ミクロン島周辺を除く、漁業権の大半をイギリスに割上した。経済的な保障と引き換えだけでなく、西アフリカ及び中央アフリカにおいて、イギリスに対し領土の情報をしたフランスは、 漁業権を維持した者の,の施設の建設は認められなかった。イギリスは最終的に1906年にフレンチ書へのフランス漁船の往来を排除した。ありがとうございます。